おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日も暑さに負けずに頑張りましょう。手窓を網戸にして開けてあげたら、自然な空気が良かったのか、2匹ともまったりしてますね。このキュウリはミニトマトなんですが、12センチぐらいになったら取って食べてもいいらしいんですが、私はそのままほっといたので、長くなったキュウリを2本もう食べちゃいました。1つのプランターにキュウリとトマトと一緒に植えたのは失敗でした。レオがまたまた逃走してしまいました。さっきの出窓の網戸を無理やりこじ開けて、まったく困ったもんですね。7月のお薬をまだつけてなかったので、早くつけないと、レオが帰ってくる前にチャッピーを先につけておきましょう。チャッピちゃんみたいにお利口だといいんだけど、でよくおとなしくつけさせてくれるといいんだけど。はい、お利口でした。はい、お利口でしたよ、僕って。お利口だったよ、お利口だったよ、僕。レオがいましたよ。レオちゃん帰ろう。さてさて、ちゃんとお家に入ってくれるかな。ごまかしてまた出て行っちゃうってこともあるんです、この子。あれ、お茶入ろう。足がつくよ。早く早く早く、お薬つけないと虫が。レオちゃん、お茶入ろう。ほら、すりつけよう。今月はまだつけてないよ。そこにいるね。おいで。そんなにいけるからな。涼しい。無事確保成功です。よかった。ちっとすぎて、はい、ただいまって、はい、ただいまって、はい、ただいまって、よいしょ、よいしょ。
膝の隙間だしないらかわ、おっと、なんや、そこでまた寝るの。涼しいところがいいわけね。いいよ、そこだったらいいけど。皆さん聞いてください、今回はしっかりここにお薬をつけたんです。このお薬を、まあビデオにもちゃんと映ったって喜んでたら、ビデオじゃなくてボートレールになってました。ボートレールっていうのかしら、なんでこういうことになるんでしょう。ビデオにしたと思いましたけど、あーでも今回はちゃんと綺麗につけられましたので映せませんでしたが、ご容赦くださいじゃあせっかく取れたのに、せっかく綺麗に入ったのに、ここにね、あなた写していいことにしましょう。はい、よいしょ、へへ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 って、うん、ちょっと自分でさびっくりしちゃったよね。やられちゃったみたいな顔してたもんな。はい、寝ぼけてたのままね、寝ぼけてましたで、おかで窓の網戸を開けて逃走したので、また作って逃走しないようにしました。ちょっと趣味の紹介します。これはペーパークラフトで作ったバッグです。友達にあげるバッグを作って今いるところです。出来上がったのであげたら喜んでくれました。これは義理のお姉さんにあげます。りおちゃん、りおちゃんって言ったんだよ。りおちゃんは、りおちゃん、りおちゃん、うん、なーにって、なーに、うん、レオちゃんだったんだよ。レオちゃんはあっち向いてるけど、君が返事して来てくれた。はい。じゃあみんなでバイバイして。バイバイ。うん、じゃなくて。キュウリも大きくなりました。ミニキュウリなんですけど、普通のキュウリですね、これは